何やら絵を描く人。彼は詩人であるという。彼、藤富康夫にとってはこれも詩作だという。6時に女に会う。女と会う。一人の女に、一人の6時に、一人で6時のところに立って、6時だけが立って、誰もいない。知識とか、観念とか、概念とか、あれがね、ダメなんですね、根から。ああいうのはね、苦手なの。あちゃらかパーがね、好きです。古い言葉でパウンドじゃないけど、イメージというものをね、非常にもう根本的に20代ぐらいの時からイメージというふうに言われたものは、詩はそういうものだと思い込んで、それじゃあイメージとは何かって言うと、これまた一つの論になりますけれども、簡単に言うと映像だろうと僕は思って、詩の中に映像を立ってなければならないっていうのは根本的に僕にあって、だから人がそれがビジュアルだのであるとか具体詞であるとか、まだいろんな名前がございますけども、あんまりこだわってもいないし何もしておりません。とても太っていて、ちょっとあの人体育館みたいだわねと、もう一人の太ろうか、太るのをやめようかと考えていながら、増築中のような女が二人でホテルの窓から虹を引っ張っているという5月の末である。